道路で波乗れ、オカサーファー。あの、オカサーファーと。オカサーファー？もう欠陥品じゃないんです。ふぅ、誰。オカサーファー。あ、お兄さん、今試乗キャンペーン中なんですよ。え、オカサーファーを知らないんですか？炎上。ああ、いいんです、知らないならそれで。ああ、おら、春日さんですね。ではこちら。ほう。はい、これは昨今流行りの電動キックボードや、キックボードや自転車は自分で蹴ったり漕いだりせにゃ、乗っかってるだけで一切足。へえ、そいつは。実は以前、さっき言った炎上事件。炎上。はあ、俺あんまりそういうの詳しくないんだが、もしかしてネットで変なこと書いちゃったとか、そういうやつか。ああ、いや、ネットも当然炎上しまくったんですが、実際にも炎上しまくっちゃったんですよ。というと？そのちょっとばかり不具合がありまして、ちょっとばかり走ると。マジの絵。いやはや、あの後私は深く反省し、うまくいかないこともその甲斐もありですが、一度ついて今の岡サーファーには。絶なるほどな、そういう事情だったのか。それでここまで話を聞いてくれたの。本当にもう爆発し。はい、こう。分かったよ、物は試しだ、乗ってみよう。やった、ありがとうございます。では早速やってみます。へえ、歩くより速い。なかなか快適じゃねえか。ふう、いいねいいね。お疲れ様でした。正直思っていたより全然。ありがとうございます。おいおい、こいつらダセーな。なん、確かに以前のおかさそんなの知り。いや、やめてください。あ、なんだてめえ。おかサーファーに乗ったもんだ。だからおめえらに傷とかつけられたくねえんだ。そてめえ調子に乗りやがって。オカサーファーと泣きさせても許せ。後悔するなよ。調子出てきたぜ。寝てるわ。こりゃガンガン行くぜ。手加減はなしだ。うわっ、ぶちかます。うわっ、調子出てきたぞ。ガンガン行くぜ。向かうところ敵なし。
春日さん、お怪我はありませんか？オカサーファーのために申し訳ありません。なーに、俺がこいつら気に食わなかっただけだよ。それよりオカサーファーは大丈夫か？何度か蹴られちゃいましたが、多分大丈夫だとは思います。でも念のためこれは私が持ち帰ります。もし今ので壊れていてそれで、あの、さっき、ああ、気に入ったし今で、はい、オカサーファーへの乗車がキットだ。オカサーファーは電気充電はハワイに数箇所設置されているオカチャ充電には料金がかかってしまいますが、まとめてオカチャージャーでは充電の他にも。了解、ありがとうございます。それではな。はい、春日さんも。やべえ、距離を超えるとばっ。乗るか。